聖書を拝読します。マタイの福音書13章18から23節までです。ですから種まきの例えを聞きなさい。御国の言葉を聞いても悟らないと悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこのような人のことです。また岩地にまかれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。また茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くがこの世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことです。ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に身を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の身を結びます。金の怒り聖歌隊が賛美を捧げた後、イミゲン牧師が心3回目のメッセージを伝えます。金の光聖歌隊の賛美と演奏ありがとうございました。今日は心3回目のメッセージです。今日のメッセージを聞いて、私たちの心の血について調べてみます。そして私たちが捨てるべき17の心について調べてみます。ある方が夢を見たそうです。その夢の内容です。牧師が牧師館の地下室に来られて、金色の椅子に座っておられて、生徒の皆さんに会っている姿だったそうです。一方では悪い人々がもがいて罪を悔い改めて告白していたそうです。そして一方では大きいスクリーンのようなものがあって、今までの生徒の皆さんの行いが、そして生徒の皆さんがどのようにしたのか、その様子がそこに流れていたそうです。今のこの時間を過ごしていて、私はいろいろ考えてみます。モーセが十戒をいただくためにシナイ山に登った時、40日間民たちは山の下で世を愛する心を持って、また偶像を拝んでいたのですが、その時間を待ちきれなかったのですね。それで今のこの時間を過ごしている私たちの姿はどうなのかと考えてみました。牧者が見せてくださった生き方を見習って、信じて一つになって愛し合っているのか、そうでなければそれと反対の姿ではないのか考えてみます。牧者にまたお目にかかるその日、先生、私たちはさらに善と愛によって一つになりましたと告白できる自分なのか、そうでないかチェックしてみたらと思います。それで自分の心の中にあるまだ捨てていない姿を速やかに発見して、捨てていく皆さんとなりますように。聖書を見ると、人の心について説明するとき、土地やまた服に例えています。本文でもイエス様は土地について例えを挙げて、私たちの心を説明してくださいました。土地は人の心を意味していますね。本文には道端と岩地、茨の地と良い地、このように4つの種類の人の心について書いてあります。もちろん人の心の地をいちいち分類すると多いと思いますが、ここではイエス様が大きく4つに分けて説明してくださっているのです。まず道端です。道端はあぜ道のことです。人々がよく通っているから踏まれて固くなった地のことです。農村で農作をした方はよく知っていると思いますが、畑と畑の間にはあぜ道があって、そこは農作ができません。このような道端に種をまくと、その種が地の中に埋もれないのです。人々が踏んで固くなった地なので芽が出ないし、結局は鳥が飛んできてその種を食べてしまうのです。本文にも悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪っていきますとあるように、このような道端のような心の地は信仰にあって、いくら神の力
らのある御言葉が伝えられても心の戸を開かないから全然悟れない人の心です。ですからこのような道端のような人の心は信仰もないし、ただ教会に通って行ったり来たりしているだけなのです。神様の御言葉を聞いて心の戸を開いて受け入れなければなりませんが、それができないのです。そして頭で聞いて判断するのです。あれは正しいか正しくないか、自分の知識と常識と合うなら受け入れるのですが、そうでなければ受け入れないのです。神の御言葉は無から有を創造した霊的な世界のことなので、人の心や知識で考えると合わないのです。ですから人の知識や思いで正しい正しくないを裁くとアーメンと受け入れることもできないし、心の友を開けないのです。自分の思いとは当然合わないから、その御言葉は心の地にまかれないのです。それで結局は悪い敵である悪魔が来て奪っていってしまうのです。次は岩地です。岩地は土が薄いのです。そして中には岩がたくさん入っています。ここに種をまくと芽は出ますけれども、土が深くないから日が昇ると焼けてしまいます。枯れてしまいますね。これは信仰にあって神の言葉を聞いて頭には入れますが、まだ心を変える力がないから信仰の行いは伴わない人の心です。神の御言葉を聞くと、まず頭に知識として入力して、この御言葉を心にまかなければなりません。そしてそれに聞き従って行った時、芽が出て育ち花を咲かせて実を結ぶようになるのです。ところで岩地の人は頭に知識的にだけ入れておいて心には刻まないのです。ですから聞き従えないし行いも伴いません。このように知識的な信仰になってしまうと、これは肉の信仰というのです。信仰生活は長くしていて、信仰歴によって働き人にはなるかもしれません。しかし心の割礼をしていないから霊の信仰が持てないし、御霊の人にもなれないのです。聖霊の声も聞けないのです。聖霊の声を聞けないから自分の知識や思いが働くでしょう。目で見てはいますが行えないし、また信仰の行いが伴わない人、このような人が岩地なのです。結局は知識的な信仰にとどまるだけ、霊の信仰は持てないでしょう。このような人は困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまうのです。次は茨の地です。茨の中に落ちた種は芽は出ますが、茨がその芽が育たないように塞いでしまうので、根を下ろせないから実を結ばせません。これは信仰にあってみると、神の御言葉を聞いて信仰によって行っていると思っていますが、神の御心通りではなく人の思いを働かせて間違って行っている人のことです。岩地は自分の思い通りに行っていて心に巻こうとしないし、自分の裁き、また罪に定めることや自分の思いによって行っているのです。しかし茨の地はそれよりもマシです。神の御言葉通りに行おうとはしていますが、自分ではそう思っていても実際は御心通りに行っていないのです。人の思いを働かせて間違って行っているのです。このような人は神の御言葉通りに生きているとは言っていますが、そして何か困難や試練がやってくるとある程度は耐えますが、この世の心遣いと富の惑わしによって塞がれて神の働きを見として刈り取ることができないのです。人の思いによって心がいっぱいになっているから、自分なりには信仰があると思っても神の御心通りに従う完全な行いは出てこないのです。最後に良い地があります。良い地に落ちた種は芽が出て育って30倍、60倍、100倍の実を結ぶようになります。これは道端のように固い道でもないし、岩があって芽が出ないように防ぐのではないし、また茨があって
その芽が育つのを塞ぐのでもありません。ですから良い地は30倍60倍100倍の実を結ぶことができるのです。このような良い地は信仰にあって見ると、ただ神の御言葉にアーメンと言って信仰によって聞き従い、その通りに行う人の心です。信仰がまだ弱くても聖霊に満たされている人は、良い地の人のようにアーメンと言って聞き従う場合もあります。その瞬間だけは良い地のような心のようですが、それが続けられないのが問題です。つまり祈って聖霊に満たされているときは聞き従いますが、少しだけ恵みが落ちて祈りを休むようになると元に戻ってしまうのです。信仰の1段階の人なら1段階に、2段階なら2段階に戻ってしまうのでしょう。その時は聖霊に満たされなくなってしまうから聞き従えないし、自分の思いの中で裁いたり罪に定めたりするのです。しかし心の割礼をして御霊の歩みに入った人は、どんな状況でも変わらない信仰なので祈りをやめません。そしていつも御霊の願う通りに従って行い、聖霊の声を聞いていきます。良い地の人は全てのことで自分の思いを働かせないで、神の御言葉を聞いて守りを行って霊肉ともに豊かな実を結びます。それなら皆さんの心は、今まで聞いた4つの心の地の中でどんな心だと思うでしょうか。ある人は自分で、あ、私は道端だと思うかもしれないし、ある人は私は岩地だ、でなければ茨の地だと思うかもしれません。または良い地だと思う人もいるでしょう。時にはこの4つの心の地が少しずつ混ざっている場合もあると思います。しかしどんな場合でも私たちの最終目標は良い地です。ところでこの良い地に変えられるためには、今の自分の心の地を正確に把握して神の御言葉で一生懸命耕さなければなりません。耕すことは捨てるために努力することです。火のような祈りで聖霊に満たされて、御霊に感じて、時には断食しながら、そして徹夜して祈ったり定めて祈る時、神の力と恵みが望んで速やかに捨てることができるのです。今のこの流れの中で私たちの心の地を正確に把握してみましょう。自分自身を深く発見する皆さんになったらと思います。どのくらい善を持って思い、また善を持って口に出しているのかチェックしてみましょう。ある方と話をしていて、その方がこう言ったそうです。あなた残党なのと。自分の思いと違うと思って、そのように人の前で互いにそう言ってしまう場合があるそうです。私たちは何かをして悪いことをして教会を裏切ったとしても、神様がその人を裁くのです。人が人を裁いてはいけません。私たちの口と言葉と思いの中で、あの人は残党なのかとか、あの人は昔こんな罪を犯したってと言ったり、昔このようなことまでしたんだってと言ったり、このようにその人の悪口を言うことは言ってはいけないでしょう。神様がどうして喜ばれるでしょうか。牧者はどんな人でも心に抱いて、その人が変えられて新しいエルサレムに一緒に行きたいと思っておられるのです。私たちは聖徒と聖徒の間でこのようなことがあってはいけないでしょう。互いにその人の過ちを暴いたり、また口に出したり裁いたり罪に定めたりすることがあってはいけないと思います。私たちは善を持って思い、またそのようなことを口に出して神様に喜ばれる人になりましょう。良い地になるために捨てるべき17の心があります。これからそれを調べてみましょう。良い地になるために心を耕さなければなりませんね。捨てるべき心があります。ある人は
心が道端かもしれません。ある人は岩地とか茨の地に近いかもしれません。または2つ以上の心を持っている場合もあるでしょう。皆さんが今日のメッセージをよく聞いて、例の糧として自分の心について自分が発見して変えさせていく幸いな時間となったらと思います。たとえ初心の者でも、神様が人の心をどれほど詳しく解剖してくださるのか、今日のメッセージを聞いて悟って、良い心の地になるために熱く走っていく皆さんとなりますように。20年前、道海寺先生がこのメッセージを伝えてくださった時、17の捨てるべき心を覚えさせました。頭文字を覚えたのですね。20年前だったのですが、それを完全に心に刻んで、ここ自分の心が変えられているのか、でなければそれを忘れてしまって今そう変えられていないのか、もう一度考えてみましょう。一つ一つ17を伝えますので、皆さんが聞いて自分の心と比べてみてください。私たちは信仰の量りをいただきました。牧者の恵みによるものです。そうだったら、牧者の恵みを除いて自分はどのくらい満たしたのか、自分はどのくらい神様が望んでいる心に変えられているのかをチェックしてみましょう。それで自分の心を良い地に変えさせる皆さんとなりますように。神様は御言葉を通して子供たちの悪を明らかにされることがあります。責められることもあります。しかし、その悪を明るみに引き出して捨てるようにする理由は何でしょうか。私たちの心が善に変えられるように、美しい心に変えられるようにと望んでおられるからです。それで私たちは自分の心を顧みて、自分の心にどんな悪があるのか、善と愛はどのくらいあるのか顧みて、神様の心に似せられなければならないでしょう。そのような心、子供になるようにと神様も望んでおられるのです。ですから皆さんもメッセージを聞いて、自分の心が照らされて明らかにされるとき、それによって刺されたり心痛むのではなく、神様の愛を感じて心から感謝と喜びを持って受け入れる霊的な姿に なりますように。17の心を牧者が伝えてくださったのですが、今日はその順番通りではなくて、その心の特徴を通りに私は伝えようと思っています。まずは固くなな心です。人の心には固くなな心があります。これは先ほど伝えた4つの心の地の中で道端に似ている心です。神の御業を見ても全然変えられない姿です。聖書に出てくるパロの心でしょう。パロ王は神様が使わされたモーセを通して、神様だけがおできになる驚くべき力の技を見ました。しかしパロは神の力を見るだけしばらく驚いて恐れて静まっていましたが、時間が経つとまた神の御心に逆らってしまいました。10回もその大きい神の力を見たのに、その心を立ち返らなかったのです。それでパロ王は結局は固くなな心によって死に至ってしまいました。今日もこのような心を持っている人は、神の御業を目で見ても心に受け入れないで、いつも疑って神の心、御心に逆らうのです。そうしてついには死に至ってしまうのです。イスカリオテユダのような心でしょう。いつもイエス様のそばにいて印と不思議を見たのに、自分の心を変えさせようとしなかったのです。私心や欲がいっぱいで自分の利益にならないと思った時は、イエス様を売り渡ってしまいました。このように万民の中で神の力を見て体験したのに、心の割礼をしていなければ、このような道端の心でしょう。私たちはこのような固くなな心は自分にあるのではないか顧みましょう。昔はそんな心があったとしても、今ここにいる皆さんなら変えられた方だと思いますが、もしかして自分の心にまだ固くなな心が残っているのではないのか、発見して捨てる皆さんとなりますように。次調べる分野は自分の利益を求める心です。
つまり霊の愛が足りない心ですね。それで自分の利益だけを求める姿です。それに似た心を調べてみましょう。まずは無関心です。自分と関係ないと思うと関心を置かないのです。これは卑怯な心と似たものと言えるでしょう。このような心は結局自分の利益だけを求める心で、自分の利益と関わりがないことには余計に関わって何すると思って無関心になるのです。もちろんある場合は謙遜な心から自分の身の程を守り分を超えない心もあります。しかしこのような場合ではなくて、無関心から始まる場合もあります。ですから自分の心をチェックしてみましょう。皆さん、私も周りからいろんな話を聞いていますが、私の場合は周りの人に私がそれに関わって解決できないことなら私に話さないでくださいと言います。私がそのことを知って自分にプラスになり、自分が喜んだり精霊に満たされることなら良いのですが、そうでいないことがありますね。誰々はこんな悪いことをしましたとか、こんなことをやりましたと悪い内容を聞くと私の心は悲しくなり、また心が痛くなります。そしてまだ私も完全に変えられていないから、聞きたくない時があります。私が解決できることなら聞いて解決してあげますが、そうでないなら神様に委ねるしかないのでありませんか。皆さんがある人についてあれこれその人の悪いことを人に伝えたりするからといって、それが解決できるのではありません。黙々とその人のために神様に祈ればよいのでありませんか。そうしてその人の助けになることがあります。ある人が試練にあって出られている時も、その人を励ましたいんですね。それとその人の力になるためなら祈れば一番いいと思います。そうでなければどうしてその人についてあれこれ人に伝えたりするのでしょうか。また知りたがるのでしょうか。私だけちゃんとすればいいという人がいます。この今の流れの中でもそうだと思います。神様の前で自分がすべきことをきちんとしているとそれでいいと思います。もちろん周りの人に関心を持って、その人を助けるために関心を持って祈ってあげることはいいと思います。そして自分が任されている使命を果たすためにはいろいろ働きのために必要だと思いますが、そうではない場合ですね、そうでない場合、人々が集まってこれは正しい正しくないとか気に入らないとか、あの人はなんでそうするのか、このように人の陰口を叩いたりすることはあってはいけないと思います。私たちの心と思いを善に変えさせていきましょう。真理にあって自分の心はどうなのかと考えてみたらと思います。無関心について調べていてこの話をしましたけれども、皆さん自分の心はどうなのでしょうか。そうだ、この今の、流れを見て結果がどうなるかちょっと見守ってみようと傍観者のように見ているかもしれませんが、そうではなくて心を一つにして自分のことだと思って、神の国のために、教会のために、生徒のためにもっと忠実に使えたらどうでしょうか。今まで牧師のためにあまり祈れなかったけど、この機会が来たからもっと熱い心で愛を持って祈ろうと、このように心を一つにして教会のために忠実に使える皆さんとなったらと思います。無関心についての内容です。例えば皆さんが聖殿の中で地面に落ちているゴミを見たとしましょう。もちろん拾ってゴミ箱に捨てるでしょう。しかし無関心
な人はただ通り過ぎてしまうのです。神様を愛して聖殿を愛すると口では言っていますが、行いが伴わない場合があるのです。もしその小さいロークが面倒だと思うなら、大きい献身が要求されるどころではどうして自分から進んでしようとするでしょうか。その時も無関心になるしかないのです。小さいことでも面倒だと思って通り過ぎてしまえば、大きいことがやってきた時も神様のために、教会のために何ができるでしょうかということです。私たちは神様の子供として、主にあってのことについて誰かに言われたからではなくて、主人意識を持って行わなければなりません。例えば聖殿の石が壊れていると、それを誰の責任だと思ったり問い詰めたりしてはいけないでしょう。自分がまず心を使って関心を持たなければなりません。自分の家にあるものが壊れたらどうするでしょうか。放っておかないでしょう。教会の中にある器物は神様のものです。だからといって、石が壊れているからといって家に行って土と釘を持ってきて自分で直しなさいという意味ではありません。教会にはそれを直せる部署があるから連絡すればよいでしょう。そして、関心を持って教会のいろんな器物を調べてみて、トイレとかも調べてみて、生徒の皆さんが使っているのにもしかして壊れているのではないのかと、このように主人意識を持って関心を持って教会のその担当の部署に連絡すればいいのではないのかと思います。自分でなくても誰かが言うだろうと思わないでください。そのまま放っておくのではなくて、神様に関することなら自分が犠牲になってでも先立ってすべきところがあるのです。ところが時には関心を持って先に立って何かをする人について、あの人は姑のように口出しをして困るという人もいます。教会に何かあるたびにあれこれ口出しをする人もいますけれども、そのような人に対して手しゃばっているとか言う人もいますけれども、でも道海先生はそれも正しくないと言われています。その人は積極的で教会のことに関心を持っているから、かえってありがたいと思って励ましてあげてくださいと言われました。みんな後ろに退いているとどうなるのでしょうか。みんな無関心ならどうなるでしょうか。積極的に先に立って行動するペテロのような性格の人も必要です。このようにそれぞれ違う性格があって調和をなして一つになるのです。同じ人ばかりいるとどうなるのでしょうか。ですから全てのことでは人それぞれの性格があるから調和していけば一番良いのです。しかしある人は自分とあまり合わないと思う人がいるかもしれません。あの人はいつもうるさいとか、そしてあれこれ口出しをするんだと困るなと思う人がいるかもしれません。しかし皆さん、このようなことをいつも言われている人がいます。そのような人の場合は自分も変えられなければなりません。姑のようだと言われる人なら、ずっとそのように言われてきたなら、私はそんな自分の性格を直さなければと思って、それで他の人が知っていることを見守ってあげる、そのような良い姿に変えられてもいいと思います。10年経っても20年経っても、あの人はいつも姑のように手しゃばっていると言われるなら、それも実は良いことではないと思います。いちいち口を出してちょっと悪い表現で言うと、面倒だなと思ったり疲れるんだと、このように言われているなら自分自身を顧みなければならないでしょう。自分はいつも姑の役割ばかりするのではなくて、真理によって変えられなければならないと思います。ところで私たちがここでチェックすべきところがあります。それは教会には秩序というものがあるということです。自分は神の国のために牧師のためにと思って何かをしていても、
ことには時期があります。また時があります。そしてそれを任せなければならない時もあります。もちろん意見は出すことはあるでしょう。自分の良い意見があって出すのは良いのですが、今やっている人が間違っているとか、先に立って何か働いている人がいるのに、その人々が気を通すようなことを言ったりしてはいけないと思います。万民が学んだのは愛です。牧者に学んだのは善と愛です。その人が悪いからといって、その人が滅びるのを望んでいるのではありません。私たちはここにいる理由は何でしょうか。神の国と義のためにある人が積極的に働いているなら、その人を助けて聞き従ってあげましょう。それで共に働いて万事を益となるようにしましょう。部署長の会議があって、私は恵みを受けた時がありました。いろんな部署の長の方々がいろんな意見を出しました。そして締めくくりでイ・ジョンウ長老が言われました。先に立って働く人は働いて、私たちは祈りで助けばよいのでありませんか。私たちがやるべきことは祈りですと言ってくださって、私はとても恵みを受けました。もちろん生徒の皆さんもこのような教会のことがあって心が痛いと思いますが、誰よりも一番心が痛い人は祈祷院長先生だと思います。同会長先生の妻として、そして教会でも頭の位置に地位にいる方なのですが、あれこれ、これはなんでこうなるんですか、あれはなんでああなんですかと、このようにいちいち口を出すなら働いている人が困るのではありませんか。しかし祈祷院長先生はそうではありません。ただ祈っているだけです。特別祈祷会も導いてこられます。祈祷院の集会も導いて、昼の祈祷会も導いて、ダニエル手帳祈祷会まで導いてくださっています。私たちが恵みが満たされるために、祈りで自分の居場所で忠実に仕えてくださっているのです。私はあまり表現できない人ですが、最近は祈祷院長先生に表現します。祈祷院長先生、本当に素晴らしいですと。もちろん祈祷院長先生もいろいろ知りたいことがたくさんあると思いますね。しかし聞かないで、私は自分がすべきことをすると祈りに専念しておられるのです。私たちはどうでしょうか。このことのために働いている働き人の皆さんは一生懸命最善を尽くしています。先に立っていろいろ苦労しています。それなのに私たちはそれについて問い詰めたり、これは正しい、正しくないとか、あれこれ言ったりすることはない方がいいと思います。同会先生は働き人を今まで信じて信用して任せてくださいました。任せたことなら、その人々ができるようにいつも信じてくださったのです。ですから私たちも先に立って働いている方々を信じて応援してあげましょう。善と愛の姿になりましょう。牧者が教えてくださった通りに行いましょう。そうすると同会先生も喜ばれるでしょう。使徒パウロは自分を妬んで嫉んで苦しめるために、他の人々が党派心を持って一生懸命イエス・キリストを伝えたことがありました。その時使徒パウロは何と言ったでしょうか。私を妬み嫉んでイエスを伝えるなら、伝えられるのはイエス・キリストだから、それは神の国が広げられることだから、私は喜んでいると告白しています。十分喜ぶと言いました。私たちも神の国と義のためなら傍観者にならないで、全てのことにおいて喜んで聞き従って、共に働いて万事を益となるようにしていきましょう。時には自分を目立たせようとして人の先に立つ人もいますが、でもそれを見ている私たちは積極的だと思って善を持って思ってあげればいいと思います。ある方は先に立って積極的に神の国のために働いている人がいます。そしてそうでない人を見て理解できないと思ったりする人もいますが、その時真理を知っている人がその人を見ながら、なんでそんなに出しゃばるのかと思う場合もあります。しかし真理にあって
一生懸命先に立っている人がいるからよく集まったりするのではありませんか。そして自分を犠牲にすることもあります。霊的に忠実な人は誰かが自分を分かってくれなくても心は満たされています。自分を分かってほしいと思いません。しかし自分を目立たせようとする人なら誰かが自分を分かってくれなければ気を落としてしまう場合もあります。また自分より相手が一生懸命でなければ不満に思ったりすることもあります。もしかしてこのような心があるならこれは捨ててください。自分の熱心、自分の忠実ではなく、神様がご覧になるとき、熱心になり、忠実になって、天国の望みを持って走っていきましょう。自分なりに真理で学んだ姿があって、相手を見ながら、あの人は威張っているなと思わないでください。一生懸命やっている姿を可愛く思って、励ましてあげて、その人が霊的に忠実であるように、変えられるように祈ってあげるのです。自分の利益を求める心、自分の利益を求める心で人のために自分が犠牲にならない場合があります。人のために自分が犠牲になることができないのです。主のしもべや生徒を顧みる働き人ならこんな心があってはいけないでしょう。反対に生徒のために自分が犠牲になり相手の利益を求めなければなりません。時には自分の信仰ではできることでも相手のために慎む場合もあります。第一コリント 8-13 です。使徒パウロはこのように言っています。ですからもし食物が私の兄弟をつまずかせるなら私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためです。このような心にならなければならないでしょう。使徒パウロは肉を食べるくらいの信仰がありました。しかし兄弟につまずきを与えないために食べませんと告白しているのです。旧約聖書には忌み嫌うべきものが書いてあります。ユダヤ人はこのような汚れたものは食べませんでした。それが律法です。ですから旧約の律法に従う人はもしかして使徒パウロが忌み嫌うべきものを食べているのを見たならつまずくでしょう。ですから使徒パウロは肉を食べる信仰があっても彼らのためには食べないと言っているのです。ところで異邦人にユダヤ人のようにその聖書に記された忌み嫌うべきものを食べてはならないと言うならイエス様を信じるのが大変になりますね。もちろんイスラエルの民は生まれる時から律法を学んでそのような汚れたものは食べなかったのです。しかし異邦人はそうではありません。長い間そのようなものを食べてきたのです。一瞬自分がクリスチャンになったからと、言ってすぐ断ち切ることはできませんね。ですから使徒の会議で異邦人たちは見嫌うべきものを食べてもそれは禁じないようにしようと宣言しました。それで異邦人たちはそのような肉を食べてもそれが罪になるのではありません。しかし神様を愛するなら神様が望んでおられないことはしない方が愛でしょう。牧者は教えてくださいました。神様が嫌われること、そして聖書で汚れたものだと書いてある肉があります。道海寺先生は豚肉がとても好きだった人ですが聖書を読んでみたら神様がその豚は忌み嫌うべきものだと書いてあるから豚肉を食べなくなったと言われました。神様を愛するからです。もちろん自由意志がありますが使徒パウロのような心になったらいいでしょう。これが神様への愛ではありませんか。そして自分の信仰ではいくらでもできることですが相手のために自分が犠牲になる立ち慎むこのような心が愛だと思います。ところで相手のために自分が犠牲になれない人なら他の人に迷惑をかけることがあります。例えば団体でどこかに行くことにしました。自分の利益を求める人は約束時間にちょっと遅れても他の人が待ってくれるだろうと思って大したことないと思います。一人によって多くの人が困ることになりますが自分の利益を求めるから遅刻するのです。そして自分のことを理解
返してくれればと思うのです。このように普段から小さいことを一つ思って自分自身の心を発見してみましょう。そして ある集まりでよく意見を出す人がいるとしましょう。しかし意見を出してもそれがあまり反映されないのです。このような場合、心がどうでしょうか。他の人のために自分が犠牲になる心なら、自分の意見が反映されなくても他の人の意見に合わせる心でしょう。それが真理に合う心です。ところが自分の意見が反映されないからといって気を悪くして拗ねることはないでしょうか。自分は同じ宣教会と区域の生徒さんを愛して愛する心でいろいろ助けになると思って意見を出したのに、その意見が反映されなければ気を落とすのです。相手のために犠牲になって助けになるためだと思いますが、自分の意見を受け入れられなければ拗ねたりまた気を悪くしたりするのです。その人がそれ以上は黙ってしまうから周りの人は困りますね。他の人の意見に合わせて一つになって平和を求めればいいのですが、人に迷惑をかけるそのような姿が出てくるのではないでしょうか。私たちも自分自身を顧みましょう。霊の愛は真理を喜ぶ心です。自分が出した意見が毎回断れても人のために自分が犠牲になる心になっているなら、他の人の意見に合わせて心を一つにするでしょう。自分の意見が反映されなかったりして、その集まりから出て行ったり、また不満に思ったりすると自分の利益を求める姿です。ですから私たちは自分に霊の愛があるのか顧みましょう。牧者は祈りの家で運動するときこう言われたそうです。ある人の名前を挙げて、その方は、その誰々さんは私のために自分を犠牲にしてくださると言われました。運動するとき先生は目がかすんでいてよく見えないから、その運動するときちょっと困りますが、周りのある方は同会所先生が運動できるように集中していろいろ助けてくださるのです。そしてそのためには自分ができなく運動ができなくなります。いつも同会先生に気を使って先生が運動ができるように助ける姿です。それで同会先生は誰々さんはいつもそうなんですとこのように褒めてくださっていました。皆さん一緒に運動したり、そしてゲームとか試合をするときどうでしょうか。自分より実力が落ちている人がいて、毎回その人が負けるとしましょう。そして自分とチームを組んだ人が実力があまりなくて、その試合で負けてしまうと、皆さんの心はどうでしょうか。最善を尽くしているからそれでもいいと思うでしょうか。でなければいつも私はあの人とチームになって負けてしまうんだと文句を言うのでしょうか。皆さんはどうでしょうか。いろんな実生活で適応してみましょう。自分が属している集まりの中で自分の意見が受け入れられないとき、その自分はどのような心なのか顧みて、相手のために犠牲になる霊の愛があるのかどうかを顧みましょう。それで真理によって行って神様に喜ばれる皆さんとなりますように。マタイ 23-26 でイエス様はこう言われました。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。私たちも口先で神様愛しています、牧師愛していますというだけではなくて、善と愛の実を結ばなければならないでしょう。内側を清めなければなりません。心を善に変えなければなりません。牧者に会えない今の時間も私たちは自分の心を変えさせましょう。それで善と愛を持って互いに助け合って、また励まし合ったら、後で神様がどれほど喜ばれるでしょうか。ですから皆さん、これからは心を一つにして共に働いて一緒に働く皆さんとなりますように、メッセージを覚えて祈ります。
父なる神様、恵みと愛に感謝いたします。この時間、私たちが捨てるべき心について調べてみました。かたくなな心、そして自分の利益を求める心から、無関心と人のために犠牲になれない姿がありました。私たちも自分の心を顧みて、自分が自分の利益だけを求めているのではないのかをチェックして顧みて、神様に喜ばれる霊の愛をするようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。